どうも、サバイバルタレントのランマルポムポムであります。今日は私がずっとやりたかった夢の企画をやりたいと思います。私の夢、ここで焼肉をしたい。太陽の光でめちゃくちゃ暑いじゃないですか、河原の石って。夏の河原の石で焼肉をする。暑い。あ、やっぱ黒い石の方がいいかも。暑い。あ、黒い石探そう。これ行こう。バーベキューでもさ、これで焼けたら火もいらんし、めちゃくちゃエコじゃない。これも肉が焼けるか、私の膝が焼けるかっていう。行きますよ。ずーって行ってほしいね。時間置きますか。ちょっと置きましょうか。でもこれ待ってから焼けそうじゃないですか。焼けそうだよね。これリアル30分とか置かないとダメなんじゃないですか。なんか腐りそうじゃない。この模様で腐るを気にしてるんで。これランマルさん特殊な訓練を受けてるからできるんですよね。うん、そうですそうです。自己責任でお願いいたします。私が特別な訓練を得てるので大丈夫です。ここ冷めたからこっちに行きますね。あ、ちょっと変わってない色。え、いや、色変わってます。変わってるよね。思ったんやけど、挟んだら。あ、なるほどね。挟んだら遠赤外線で上からもこうすると、あっち、うわ、ただ持ってないとダメだな、これ。おい、肉様の影になってるぞ。あ、すいません、そこ。すいません。影命取りだからね。なるほどね。ほら、お、色変わってる。変わってる、うん、一旦長時間置いてみません？置いてみようか。はい。焼けてそう？うん、焼けてそう。はい。え、色変わってないですか？変わってる。あ、変わってる。焼けてる。焼けてる。あ、おー、焼けてる。じわじわやね。熱い、まだ熱い。やっぱ石ってそんな冷めないね、急には。もうちょっとやな。やっぱ石置いてる方が焼けてますね。うん、開封。よい、開封。おー、焼けてる。焼けてるわ。ちょうど色が違いますもんね、真ん中だけ。はい、お願いします。うん、焼けてるっちゃ焼けてる。焼けてんのか。はい。お、焼けてる。お、焼けてる。焼けてんのか。焼けてんのか。このね、太陽に当たってたところは乾燥して、うんうんうん、なんかカリッカリになってるけど、うん、焼けてます、これ。もしもしこんなに暑いのに、焼けずしそうなぐらいになるのにジューっていかないんやね。確かに。じわじわないよね。生肉よりは火取ってるよね。確かに。なんかこんな感じ。これがいわゆるミディアム？ん？あ、レア？レアだね。レアですね。ウェルダン？ウェルダンか。レア。レア。ミディアム、ウェルダン。なんだ。お互い頭悪すぎてわからないって。誰もわからない。いただいてみましょう。え、本当に食うんですか？いただきます。うん、だって。ちょっとは火入ってるもん。いや。え？うん？あのタレ味だから焼けてるのか焼けてないのかわかんない。あ、おいしい。石。石が歯に詰まる。思ってたのと違うけど夢叶いました。
はい、リコ。これね、でもね、これタレで石めっちゃ汚れたやん。はいはい。汚すなよ、自然をって思うと思いますけど、私この石全部持って帰って、家で洗って、また返しますんで。さすが。うん。そこは安心してください。結構時間を置けば、火は入るかも。ごちそうさまでした。状況終わり、遅れ。はっ。